藤谷船頭。はい、今週は藤谷船頭です、はい、先日1月14日でしたね、はい、新年会、あと栄能楽堂の餅つき大会がありました、はいはいはい、でその餅つき大会でね、うん、今年はちょっと初めての試みなんですけれども、はい、安倍ちゃんの音楽に合わせ、うん、藤谷船頭が書道パフォーマンスをするということをやってみました、うんううん、まさかの裏方2人が、ね、本当だよ ね、 ね新年一発目の そこかっていう、ね、本当にたくさんの人に来てもらって、ね、本当ありがとうございました、ね、もうびっくりするぐらいたくさんの人に囲まれてだったの で、 で、ねうん、最初ね、あのねそう能楽堂ビルの人たちだけだったから、うん、ちょっとねうんうん、静かな感じでね、うん、ワイワイと1回目はね、うん、そうそう、うん、お餅つきいいねとか思ってたら、あれよあれよとパンジャニオンが駆けつけてくださいまして、ね、ありがたいね、本当にね、うん、でみんなが来てくれるのは嬉しいんだけど、私の緊張はどん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 、まあそうだろうねそうなの、なんかこれをやるって決まってから緊張しとったでしょ。そうなの年末ぐらいから、そうなの、ずっと考えてて、大きな字なんか書くの初めてだし、うん、筆もないし、ね、うん、まあ、あんな、なんだパネル1枚分ぐらいの大きな、そうなの ね、大きかった、そう字を書くって ね、テレビでしか見たことないような、そうそうそう、あの、ね、和尚さんが書くやつでしょ、うん、そう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 ね、いや筆じゃなくてね、あれは。そうなの、何で書いてたんでしたっけ、あれ軍手、軍手なんだ本当はね筆を買おうと思ったんだけど、うん、筆って高いのね、あそうす、まあその大きいものに書く用の、そう大きい筆超高いね、4万円とか7万円とか、それってもうあの抱えて持つようなやつ、いやそうでもないんだよ、でかいやつか、あの清水寺で和尚が、ああはいはいはい、うんうんうん、そうそうそう、うん、でも持つところはね、単一電池ぐらいの太さだった、うん、うん、でもそれでもものすごい高くて、ね、教室でみんなが使うような筆とは違うもんね、うん、うん、なるほどね、そうなの、うん、それで軍手でっていうことです、軍手でいろいろ考えたね、うん、考えたね、何がいいのか、そう、うん、T シャツを棒に巻きつけてとか、ほうきを使うのとどうなるのかとか、ねえ、いっぱい考えたんだけど、試行錯誤がすごかっただけどもね、元々あれ B 氏にやったじゃないですか、そう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 、まあ、前にもなんかねあのライブの時にやってる、うん、桜ライブ、ね、ちょっと一回やってみたけど、あれ吸わないんだよね、時はそうペンキの筆を使ってやったんだけど、うんうんうん、ペンキの筆は墨を全然吸わないし、紙物の方も墨を吸わないしで、まあ書きにくいですわ、ね、そうだよ、ね、縦にしたらベローンって流れていっちゃうしね、そうそうそう、っていうことだよ ね、 ね、そんな中ね、なんとかね、なんとなんと筆ではないという、うん、パフォーマンスとしては面白かったよね、うん、筆じゃないから、筆じゃないから、あそうか、よかった、多分誰も見たことがないよね、うん、私も見たことないもん、手でだってパフォーマンスとしてはこう手で描いてるような、そうだね、でも意外とそれがね、うん、功を奏してというか、こう強弱もつけやすいし、うんうん、意外と書きやすいものだったね、そうかもしれない、軍手は踏み吸うんだな、そうちょっと驚いた、ね、筆よりもしかしたら書きやすいんじゃないのっていうぐらいの書きやすさだった、うん、じゃあこれからまたなんか、ね、そんなこともある使える手かもしれない、ね、そうだね、もうやったもん勝ちだからね、本当だね、あれはどういう字なんていう、いやさか、いやさか、弥生時代の矢、そうだね、中井真也の矢に栄え、栄え能楽堂の栄えと書いて矢坂っていうんだけれども、あれなんていうの、神事、神様、うん、神社の言葉で、うん、矢坂、万歳みたいな意味なんだって、うん、で掛け声としてよく使うみたいで、うん、矢坂さっさーってね、いやさっさーみたいな、祭りとかでね、そう、はいはいはい、そういう言葉なんだって、うん、なんかとても縁起のいい言葉なんだそうです、もともと知ってたんですか、うん、調べてってことか、調べてそうかそうかググってなるほど、そうそう、結構みんなもね知恵出し合って、そうそうそう、みんなに調べてもらったりして、まあ、栄能楽ビルのみんなでね、こうもともとやるイベントだから、うん、こうお店をやってる人たちにも縁起のいい、そうだよね、そう商売繁盛みたいなね、うん、うん、みんなで栄えていこうっていう、で今回ね、なんかあの
終わって書き終えた後に、うん、マッキーがその後になんか来てくださった、まあ、お子さんとかと切り絵というか、色紙を、ね、装飾というか貼ってもらったら、うん、すっごい綺麗になった ね、 そうだ ね、 ねみんななんかこう楽しそうに貼ってくる、ね、最初はねなんかみんな、うん、何をやらされるんだろうみたいな貼ってくださいって言われたけどもみたいな、そう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 、ぎっしり貼ってくれたね、そうか、うん、逆にそれがねいい感じになった、すごく良かった、ね、あれで完成っていう感じになった、そうだね、うん、2人してて、そうね、アンベちゃんの音楽もね、いや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 、あれはねもうねお蔵入りですいや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 、精進しますよこれから。最初ねなんかちょっと静かな曲をね2人で練習し始めた時にそうそうそう、うん、やってたんだけど、なんか再びをお宮で使った再びを聴いてもらって、うん、これがいい、これにしてってお願いして、でもね、なんかこれはもう完全に言い訳なんですけど、うん、寒かったかな、寒かった、手がねカチカチでねすっごい温めてたんだけど、うん、ずっとカイロ持ってたもんね寒い日だったもんね、カタ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 、うん、ちょっとな早い曲だから余計にね、プレイバックできませんそ音声付きの音声付きの動画もそう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 なせない、ちょっとねちょっと怖いなと思って、うん、でも音があると全然違うね、感じて乗るね、うん、うん、あの再びはね、あのてっ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 てはーのところが、そうだね、はーって言ったよね、あれね言っちゃったね私、うん、そう練習の時一回も言ってないのに、やらねえなやらねえなと思ったけどお本番やりよったと思って、やっぱノリが、ね、乗ってたなと思って、ノリがね違う、言っちゃったね、そうだね大丈夫、びっくりしちゃった、自分で言ってからびっくりした、そうそうそう、うん、まあでもこういうのもねうまいことちょっと練習して、そうだね、うん、もう一回ぐらいやりたいな、やりたいねちょっと面白かった、面白いと思う、うん、これはなかなか普通の人には絶対できないから、そうだね、パフォーマンス、うんうん、セット売りで、セット売りでね、行きましょうかそういうことがね、うん、できればいいなと思います ね、 ね、ということで、はい、今週のレディオパンボーズ藤谷千堂、うん、この辺りで、うん、バイバイ、うん